また嫌なニュース。嫌なニュースだね。似たようなニュース。なぜ同じことを繰り返すか ね。で、自分のことじゃないと思ってんだよ。前のあったことも全部。まあな。まあね、自分のことじゃないと思っちゃうよね。で、気づいた時に遅い。どうするこんな。で、また代表出てきて謝んだよ。うわぁ、ほら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 、人前出るような顔してないわ、これ。ダメダメ。だってさ、もうだって何、その自分の会社なのに、うんうん、他人事謝り方だもんね。他人事謝り方、これダメ。本当に恐ろしい。僕もびっくりしましたみたいな。そうそうそう。いや、僕もびっくりしましたじゃないんだよって話だよな、うん、すごいね。その家中の中にいるのに気づいてないまだ。うん、うん、はあ、しょうがないよ、本当にバカばっかりで。うん、回そう回そう。あれ、このおばさんさ、不倫してなかった？テレビ出てきた？めちゃくちゃテレフォンショッピング出てるけど。え、不倫して今これテレビ出てんの？そうだよ。嘘。え、ちょっと投書する？え？投書する？もう送って。だってさ、嘘。ああ、ああ、ああ、よし。なんで腹筋鍛えてんの？不倫してんのに、うん、不倫してんのに腹筋6つに割ろうとしてんの、こいつ、うん、やばい、マジムカつく。不倫した。うん、普通に出てんだ、うん、すごいね。え、どうするこれ、うん、納得できなくない？できない。あー、マジ許せない。マジ、ちょ、回そう、気分悪いから。いつもやってんな、これ、うん、いつ何時つけてもやってるな、これ、うん、これ見てる人いるの、これ。いつ何時つけてもやってるけどね。ね、うん、まあ、面白くないね。面白くない。うわ、また知らん人が知らん歌歌ってるね。なんでさ、今こんなに知らん人が知らん歌歌ってんだ。もう早いのよ。早い。私はもう早いと思う。そのでもさ、歌っていうのはさ、たての糸はあなた。聞こえないもんね。そう、これぐらいなのよ。この何、この下のテロップも追いついてないじゃん、これ。追いついてないやん。この世の中に溢れたこの感情を僕たち、うわぁ、多いね。うわ、もうさ、早いのはもうだから曲の中で一箇所だけね、がっかりさせない期待に応えて、いつでも楽しい、ね、いつものオイラを捨てるよとかさ。そことか気持ちいいじゃん。ずっとそれなんだよ。そう、成り行き任せの恋にのう時には誰かを気をつけやとしても、その度とことこなれるような時代じゃねえとかさ、一箇所なのよ、ずっとそれ。わあ、で結局サビ、あ、君に気持ちを伝えたい、この僕は溢れ返ったこの気持ち、空にかけるよ。うわぁ、きつい。違うのよ。なり雪まかちの恋の時には誰かを気をつけやとしても、その度とことこなれるような時代じゃねえって、そこなのよ。うわぁ、最後愛してるだって。うわぁ、結局もう、いやいや、歌うたいのバラッとだけだから、愛してるが許されるのは。愛してる。うわぁ、歌うたいのバラッとだけなの。うわぁ、私さ、なんかこのサッカー選手嫌いなんだよね。わかる。ちょっとナルシスト全開じゃない、うん、なんでさ、ナルシスト全開なんだろうね。わかんない。ナルシスト全開なのがさ、女が嫌いって知らないのかな、うん、でもやっぱ自信につながるみたいなことなんじゃないか。ホンダイズムか。もうホンダイズムがありすぎて、はいはいはい、ホンダ好きで入ったらこうなるんじゃない。え、ホンダ総一郎。うん、圭介。え、あの、え、バイクのホンダの創業者、ホンダ総一郎じゃなくて。違う違う。あ、違うんだ。好きだから、もうリスペクト。二番煎じ出た。うん、いや、この俳優絶対性格悪いなと思って。うん、一発で分かんない、私そういうの。うん、え、性格悪いパーセンテージ何パーだと思う？せーので言う、うん、せーの、75。あ、近いよ。近いね。いいやつのパターンもあるよね。いや、ないよ。本当、笑ってるよ、たくさん。今笑ったよ、ほら、芸人さんのボケで笑ってるよ。ああ、それは嬉しい、うん、それは急に好感度上がる。モノマネしますって、その芸人さん、自分発信だ。あ、ちょっと好感度上がってきた。え、僕もやっていいですかって。あ、いいじゃん。あ、ちょっと好感度上がってきた。ちょっとアレンジした。あ、ちょっと好感度上がってきた。あ、動き面白いね。あ、ちょっと好感度上がってきた。ダンスやってたからだ。ちょっと好感度上がってきた。ああ、
あ、いいじゃん。あ、ちょっと好感度上がってきた、うん、芸人笑ってないじゃあ現場思ったよりしんどかったのかもな。しんどかったのかもね。あ、頑張ったね、じゃあね。うん、28ぐらい。まあね、でもさ、俳優なんて調子に乗るか、そりゃ。なあ、調子乗る？調子乗るか。まあね、チヤホヤされるだろうね。チヤホヤされてさ、かっこいいんじゃん。でも、うん、かっこいいからいいんだよって。うん、いいじゃん。うわ、この女優さんを私嫌いなのよ。なんで？うん、だってなんかもう性格悪そうじゃん。悪そう。悪いパーセンテージどれぐらい？せーの、75。もう全部60じゃん。全部75じゃん。なんかね、噂に聞くよ、あまり性格良くないって。あー、この上目遣い嫌だ私。わかる、そうなんですか。そのずるい、身長ちっちゃいからって。その男を落とすためだけの上目遣い、ね、うん、ずるい。もう結構スタイルいいね。写真集出してんだ。あれ、うん、スタイル、あれ、あ、結構ボインちゃんだ ね、 ね、こんなちっちゃいのにね。あら、これは男好きでしょ。好きでしょ、小柄な巨乳なんて男一番好きでしょ。写真集のために。痩せた、6キロ8キロ。あ、いいじゃんいいじゃん。で、うまく胸残って。あ、すごい、ね、持ってるかこれ。いや、もあらら、持ってないでしょこれ。持って、嘘、寄せてあげっぱなしじゃないのこれ。あ、なるほどね。うん、でもさ、今服着てる状態でも結構あるの分かるね。まあ確かにね。すごい。でもそれこそパッドで何とでもなるじゃん。あ、そうか。うん、写真集売るために。あ、それはずるいわ。無理無理。はぁ、あ、500からなんだこの子。ああ。はぁ、で、子役から応援してる人はさ、なんかだんだん、あれ、こんなセクシーになっていってって、うん、そうね、びっくりするだろうね。うん、そうかそうか。うん、偉いね、大学も行ってね。ああ、偉い。大学行ったんだ、偉いじゃん、ちょっとね。あ、そんなお母さん高校なんだ。あ、そう、お母さん。いい子じゃん。いい子ね。いい子。そうか、お母さんが昔女優やってたけど、無理だったんだ、夢はね。あ、で、夢やぶ。あ、いい子じゃん。いい子、いい子、いい子。パーセンテージ何パー？せーの、75。全部80じゃん。全部60だったね。あ、そっか。いやー、なんかダメダメ、もっと悪口言いたい。悪口言いたい。悪口言えるやつ。悪口言えない。わー、カップラーメンの CM。 カップラーメンの美味しそう。なんか最近逆に元一発芸人を使うみたいな多いね。あのね、すごいね、日清のね、うん、CM の戦略の方がね、すごいクレバーな方なんで。でもいいね、これね。うん、悪口言いたいから、まあそう。うわ、私もうほんとこの MC の人嫌い。なあ、嫌だ。もうほんとに嫌だ、うん。なんかさ、その、スカスボケばっかりすんのよ、うん。はい、それ今は大丈夫です、みたいな、うん。そんなんさ、若手の子は頑張ってやってんのにさ、うん、はい、それ今は大丈夫ですって、主にスカスボケってどう？うん、やだやだ。主にスカスのって嫌じゃない？それなんやねんとかね、言ってくれる人いるのにね。うん、やっぱね、主にスカシ芸人はね、後輩をスカして笑いとんのやだやだやだ。なんか、はい、これで売れようと思わないでくださいみたいな。あ、はい、やだよね。はい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 、このパターンね、的なね。そうそうそう、うん、はい、そのパターンもう大丈夫ですみたいなさ、うん、そんなん言うなよ。それはね、笑うだろうね、スタッフさんはね。そう、あなたが言ったら。スタッフさんも決めればいいのに、この人のスカシで明日から笑うのやめようみたいな。笑わないっつってね。そう、うん、だってさ、その人のためにもなんないじゃん、うん、主にスカシで笑い取るなんてさ、うんうんうん、ちょ、回そう。あ、この前私のお父さんが言ってたんだけどさ、うん、この人実は MC 下手らしいよ。ずっと MC やってるけど下手なんだ。下手なんだって。へえ。で、だってそれで注意してみたのこの前、うん、そしたらなんかね、専門家みたいな人が出てきたの、それに対しての、うん、で、そのこの MC の人がないないなんとかね、えどう思いますって言ったら、その専門家の人がえ、ごめんなさい、それどういう意味ですかみたいな。だからもうなんとなく本当ニュアンスだけで質問してたのよ。で、専門家からしたらニュアンスで質問されても意味が分かんないじゃん。だから、はい、それどういう、いや、ですから、これこれでどうなんですかね。それは一体何を聞いてるんですかみたいな感じになって。だからその人は MC として、その、ビシッとさ、的を得て質問すればいいじゃん。うん、その、そうじゃなきゃ専門家の人なんて喋るプロじゃないんだから分かんないじゃん。うん、それを、ぼんやりとした感じで、なんとかなんとかどうなんですかねって言って。
えごめんなさいどういう意味ですかってずっとそうかそういうだからちょっとね専門家さんもお話の人だったらあ大体こういうこと聞かれてるんだだけどねそうそうそううんちゃんと同じボールを返そうとした人は大変かもねそうほんと真面目にさしてる人からしたらその多分何にも理解しないでなんとなく質問してるからその質問の意図が分かんなかったんだってやだやだ、うん、ぽいぽいそんな MC 失格でしょ失格だダメだよ、うん、ちょっと疲れちゃうあんたテレビ見てたらやめてよやめてよ主に主犯が私みたいにすんのあんたも言ってたでしょうよなんかあんたテレビ見てたいやそれはなしだってそれはなしよあんたも言ってたじゃんねえしんどいしんどいちょっとそれはなしだよ、うん、じゃあ私静かにしてよはい見ていいよ、はい、私も何も喋んないからじゃあののかちゃんの YouTube 見ようあかわいいあかわいいかわいいあかわいいあかわいいね妹食べちゃったかわいいちょっとこれかわいすぎるからやっぱ普通のテレビ見ようはい今週どう、うんかわいいこのおばさんかわいいおばさんかわいいわけねえだろショートでうわおばさんかわいいわけ嘘笑いかわいい嘘笑いかわいいわけねえだろうわ性格強そうだ性格強そうがかわいいわけねえだろ目尻かわいい目尻かわいいわけねえだろそんなん言うなよとか言ってうわタメ口みんなにタメ口かわいいみんなにタメ口かわいいわけねえだろうわかわいいうわ前髪いじり直してうわワイプの自分の顔どうですかみたいな。うわ、かわいい。かわいいわけねえだろうがよ。うわ、かわいい。かわいいわけねえだろうがよ。いや、もうやめてください。私の家、見ないでくださいよ。自分で撮ってんじゃん。いや、やだね。かわいい。うん、かわいいわけねえだろうがよ。なんだってテレビ見ない。もういつもここからさんのネタみたいなことすんなよ、お前。かわいい。かわいいねえって。疲れる、もうあんたって。めっちゃおもろい。疲れる、疲れる、あんたって。ののかちゃん見よう。うん。はい、かわいい。ああ、もうガチでかわいい。はい、妹。